1分でわかる甲状腺と美容。甲状腺とは首の前側にある腸のような形の臓器です。甲状腺ホルモンを分泌し、体温の調節や代謝の促進、心拍数の調整、骨の成長など様々な体の機能を正常に保つ役割を果たします。甲状腺機能が低下すると、疲れやすさ、体重増加、便秘、乾燥肌、むくみ、つべて、脱毛などの症状が現れます。このような状態を甲状腺機能低下症と呼びます。甲状腺機能が亢進すると、動悸、発汗、手足の震え、体重減少、不眠などの症状が現れます。このような状態を甲状腺機能亢進症と呼びます。甲状腺の機能異常は美容にも影響を与えます。甲状腺機能低下症になると、肌の張りやツヤが失われ、髪が細くなったり抜けやすくなったりします。甲状腺機能亢進症になると、顔がむくんだり目の周りが黒ずんだりすることがあります。甲状腺の機能異常が疑われる場合は、早めに医療機関を受診し検査を受けましょう。甲状腺の機能異常は適切な治療により改善することができますが、お問い合わせは LINE へ。